崎山栄地区園墳群、岩橋千塚古墳群所在地点。岩橋千塚古墳群は、和歌山県和歌山市岩橋に所在する古墳時代後期後半の古墳群である。国の特別史跡に指定されている。木の国づくり集団の関係する古墳群である。約600基の古墳からなり、北方の鳴上地区には花山市群が、南方の岡崎地区には異変八幡古墳市群がある。 また、西方の宮地区には、帰国造家が祀る日の熊神宮、国掛神宮がある。本古墳群は、前方後円墳、円墳、方墳で構成されており、円墳が一番多く、前方後円墳は1%である。6世紀後半頃に造営されたと考えられ、それより1から2世代を下ると群衆墳が作られなくなっている。その後の追悼や祭祀があまり行われていない。 しかし、四軍の異変や渡山古墳群中に、宝墳の異変一号墳が築造されている。つまり、族長だけが、なおしばらく名手墳的な古墳を造営しており、資料性が極めて高い。なお、これらの群衆墳の増墓は、6世紀末を加減としており、7世紀中央の大化の白僧霊よりも約半世紀前に終わっている。 埋葬施設としては、本古墳群築造の初期から5世紀中頃までは、粘土核や箱式石棺が用いられ、5世紀末以降から6世紀前半にかけては、縦穴式石室や横穴式石室が作られるようになる。石室に用いられている石材は、緑泥変岸で本古墳群周辺で採取される。この石材は、板状に剥離できるのが特徴である。 板状に割った石材を床面から持ち送りながら積み上げ、石棚や数本の石量を加工し、天井部は大きな板石で覆う。このような特色のある石室は、木の川流域では木の川市筑坊にある竹棒古墳、南側では有田川流域の有田市宮原にある宮原古墳などが分布範囲である。前山地区の多くの古墳と、 大日山35号墳は、キーフード機の丘の縁路上にあり、中には、石室内が公開されている古墳もある。天皇塚古墳大日山35号墳整備された、墳丘からは、和歌山市中心部方面を望むことができる。ありがとうございます。